キラパーの皆さん、1年間お疲れ様でした。これからも頑張ってください。イベントも一緒に行うことができてとっても楽しかったです。お疲れ様でした。キラパーの皆さん、1年間本当にお疲れ様でした。キラパーの思いを受け継いで皆さんに笑顔をたくさん届けていきます。はい、リズスタのみんな素敵なメッセージありがとうございました。キラパーのみんなもね、うん、せやなせやなっていう感じで心に染み入っておりましたけれども、さあ、それでは先輩のキラパワからもメッセージをもらいつつ、いよいよバトンタッチのセレモニーに入っていただきたいと思います。それではキラパーのみんな、よろしくお願いします。はい、リズスタのみんな、これから大変なこともあると思うけど頑張ってください。いつもキラキラしててかっこいいリズストのみんなが大好きです。これからの放送も楽しみにしているので頑張ってください。リズストのみんなも仲間を大切にしながら、これからもたくさんの人に笑顔を届けてください。リズストのみんな、これから1年間頑張ってください。それではキラパーからリズストへボルテージを送るので、しっかり受け取ってください。はい。お、今確かに本当にいろいろあったこの1年間、キラパワの苦労したこと、楽しかったこと、全部含めてこのリズスタの皆さんに今ボルテージが受け継がれようとしています。ボルテージを受け継いだバトン、今確かに受け渡りました。キラパーのみんなのボルテージ、確かに受け取りました。ありがとうございます。ありがとうございます。これから頑張ってください。はい。